打率が下がってきたグリモン狙ったろ。賢い。グリモン狙えばヒットになる楽勝スタジアム。グリモン当てとけばええって思ってるやろ。すごすぎやろ、てんてんてん。もう少しでグリーンモンスター超えたのにな。左に飛ばせば二塁打になるという風潮。やっぱ打者有利な球場なんかな。適度に休ませればいいことに気づいた模様。吉田、ちょっと休んで三振を減らせば打率は上がるのでは。レッドソックスってチーム的にもまあまあ休みもらえるし、ほんま合ってるわ。あかん、疲れて打率下がってきた。休んでリフレッシュしたろ。休養の重要性を教えてくれたわ。こいつセンスで対策されても対応してるだけの男だよな。ヒット打てば打率上がることに気づいたんやろな。打率は打てば上がる。調子落としてもすぐアジャストしてくるな。3割切ったと思ったらすぐ戻すマシーン。ズボン上げるノリで打率を上げる男。ズボンも上がってきたか。ついでに頓宮の打率も上げたろ。吉田やりすぎとる。すごすぎやろ、てんてんてん。このまま3割残してほしい。ここからめっちゃ落ちる、想像できんな。最低でも打率は2割7分以内では終わってくれる。修正力があるやつは通用するな。吉田が通用するとか一郎以上に夢があるな。体格的な意味で。首位打者はシーガーおるから無理やろな。すごい選手って、やりたいことや教えられたことは頭も良くてすぐ実践できてものにできるんやろうな。適度に休ませれば3割維持できそう。吉田のメンタルはかなり肝が据わっているよな。これ以上ないくらいに日本人打者が躍動しとる。吉田って日本の頃からすごかったけど化け物ってことじゃなかったのに、メジャーにうまく適応したんかな。そろそろホームラン打ってくれ。ホームランが見たいわ。